皆さんこんにちは、マッキーです。今日はこちらホビーセンター加藤にやってきました。久々の訪問ということで、今ホビーセンター加藤のレイアウトがどうなってるかということで、その様子を皆さんにお届けいたします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。
かがでしたでしょうか。今回はホビーセンター加藤の巨大レイアウトの様子をお届けしました。今回はですね、新幹線がいつも走っている高架線、そちらがですね、今改修工事中ということなんでしょうか。線路が外されておりましたけれども、その分ですね、いつも以上に地上線の走る車両をですね、移すことができました。そしてあと、改めて思いますけれども、やはりこのホビーセンター加藤のですね、レイアウトの作り、そりゃメーカーがね、作ってるわけですから、そりゃそうでしょうと言われるかもわかりませんが、